ありがとうございます。やっぱり嬉しいよね、毎回さ、まあ、やっぱりもらってみると嬉しいよね。ああそうだね、まあ、おかげさんでみんなの応援のおかげ、うん、Hello friends, Sun Kang here. Now, I've been asked to give a little history on how this collaboration all came about. Well, as you know, I have a long history with LSI, going back to the Fortune FD from Tokyo Drift. Now, while I was shooting Fast and Furious 10 this past year in London, I met a young man named Adele, who has the most complete FD replica from Tokyo Drift. Now, Adele urged me to get to know Yokomaku-san, the man behind LSI. Not only did he have respect for him as an artisan, he had true respect for him as a man, as a senpai. So Adele put me and Yokomaku-san together, and we started to develop a friendship. Now, Yokomaku-san and I were talking about doing a collaboration together. But the question was why? And the answer was pretty simple. Was to keep the aftermarket tuning culture alive. So we picked the 400Z and we created a concept. What if Han had a 400Z? What would it look like? And it would look like this. ヨコマクさん、ついにこれ完成したんですね、これ。完成した。ね、どう？めちゃくちゃかっこいいですね、これ。いいでしょ。このカラーリングオレンジ黒っていうのはやっぱり、うん、ムービーカーのカラーね。それってちなみに言えるようになったんでしたっけ？もう言える。ちなみに何の、あ、そこは言えないんだ。一応でもそのムービーの中で出てくる、はい、そのハンさんってね、はい、ハンが乗る車っていうことはもう OK。 なるほど、うん、ちなみにこの車を作ることになった経緯っていうのはちょっとまず教えてもらっていいですか？まあね、ハン役のサンカンさんからね、次回のムービー用の車をね、一緒にそのコラボレーションして何かこう形にできないかっていうオファーが来た、うんうん、それで作った。それ直接来たんですか？そうそうそう、ちなみにその車のベース車として、新型の Z っていうのもそのオーダーできたんですか？いや、その時はね、何にしようかっていうね、そっからどのぐらい前の話だったんですか？7月。半年前。そう、そこから一気にここまでよく作りました。だからもう Z と決まった瞬間からね、もうとにかく大変だった。これいつも思うんですけど、横山さん、どういうあのデザインってどういうふうなことを大事にこの車って作ったんですか？フェアリティ Z ってさ、まあ、GTR もそうなんだけど、結構ほら僕はチューニングでだからね、やっぱり走らすイメージが強かった。だからこのワイドボディとかにせずに、もう最高速とか、まあ、そういうちょっと走らすイメージをね、もうちょっと大事にしたいな。でなおかつね、そのワイドフェンダーにするとさ、やっぱりフェンダーをやたら切っちゃうでしょ。でそれはちょっとね、うん、今回どうかなと。フェアレディだし、やっぱりこう繊細でね、力強さっていうかな、このシャープな、ね、力強さをこのデザインの中にね、ちょっと取り入れたいなと。車幅でいうとノーマルとどのぐらい違うんですか？2センチ。たった2センチでこんな雰囲気変わったんです。そう、ね、だからそこがね、造形のマジックだよね。じゃあちょっと詳しく各パーツちょっと横向さん教えてもらってもいいですか？まずフロントバンパーからなんですけど、ちょっと一緒に、うん、もうこれはね、うん、やっぱりノーズが伸びてるから、うん、開口部の確保をするためにね、下にちょっとこう開口部を追加してね、まあ、この辺のデザインと同じようなデザインのね、うん。ちなみにフロントノーズってノーマルからどのぐらい伸ばしてあるんですか？ノーマルはね、ちょうどこのエンブレムのこの辺、はい、ね、だから十数センチ、ね、これグリルはノーマル生かしたんですよね。そう、その辺はやっぱこだわりがあって。これね、センサーがここにいるから、うん、やっぱりちょっとこのグリルは大事にしたい。じゃあ、センサーとか生きたまんまでこれが作っている。そう、だからここもね、全部センサー生きてるし、そのリップ部分のこのいわゆるダクトっていうか、この辺はどういうあれですか？そうね、あのね、バラしてみるとね、うん、やっぱりその冷却系が結構下の方にあるもんだから、うん、まあ下からこう拾い上げようということでね、ダクトちょっと追加して、まあ最高速もやるから、あまりこの辺はね、ダクト開けずにすっきりと
この車っていうかこのエアロで最高速は小川さんやる気満々ってことでいいんですかこれは。いやなんかほらなんかイメージできない。いや確かに。ねえ、だから作ってみてさ、うん、あこれでちょっとやってみたいななんてイメージ湧くデザインね。なるほど、うん。じゃあこの車、フロントバンパーに関しては、見た目だけじゃなくて性能的なものも含めて作ってあるっていう。そうだからね、まあ、この下にね純正のバーがいるんだけれども、うん、そういうところにちゃんとねバンパーが乗っかるようにも作ってるし、うん、まあ、ある程度その風圧負荷に対してね、うん、耐えられるように作った。フロントバンパーのサイドについている黒い部分っていうのも、うん、これもやっぱり理由があってつけてあるんですか。まああれはね、うん、まあ理屈を込めればいろいろあるんだけれども、やっぱりデザイン上のバランスっていうのをね、うん、まず大事にしたかったのね。カラーリングっていうのはやっぱり向こうからのオーダーでやっぱオレンジと黒のツートンで作ってくれてる。そう、あのね、ハンの乗る車っていうのはオレンジ黒のツートン、もう決まり事でね。ただこの車に関してはまあオレンジ黒なんだけれども、まあ黒をどれだけね配分的に持ってくるか、うん、まあその辺のコントロールはね、うん、なんとなくこうイメージしながら、うん、ちょっと作ったんだけどね。それじゃあ塗り分けに関してはもう横幕さんのセンスで塗り分けたっていう。そう、うん。それちなみにやっぱり三冠さんも、うん、相談しながらっていうか、三冠さんもこうしてほしい、ああしてほしいとかっていうオーダーはそれ辺に関しては特にはなかったんですか。もうね、三はね、もうこの世界は、うん、もう私がプロだから口出すことはないと。ただね、世界中のねカスタムカーね、好きな若い子たちがカスタムしやすい車にしてほしい。だからフェンダーを切ってしまうとなかなかね、作業も大変だし料金もかかるしカスタムしにくいでしょ、うん、だからそういうしにくい車で映画作ってもねどうなんだろうっていうのは三冠さんは最初から言ってた。そういう意味で言うとこれちょっと言い方変かもしれないです。このエアロってポン付けで作るんですか。ポン付け、全部ポン付け、なるほど。これボンネットはちなみにノーマルと比べると形状的にやっぱりこのなんですか、エッジが立ったって言ったらいいのか。そうだね、このルーフからのね、うん、デザインをちょっと大事にね、うん、この、ボンネットセンターのこのホログラムは、うん、かっこいいですね。これいいでしょ。このフロントフェンダーも片側10ミリでこのボリューム感というか出したってこと、うん、これもね片側10ミリ、もうノーマルを外してね交換タイプ、はい。この黒に塗り分けられたダクト部分っていうのもやっぱり性能的なところも含めてで、これはこれはね、うん、この車はまだダクト穴開けてないけれども、うん、開けたければ自由に開けられるしね、うん、その用途に応じて。なるほど。だボンネットもね、うん、あえてダクトはつけてないの、うん、だけどこれも後でね、例えば最高速をやった際に、うん、まあ、ボンネットがちょっと浮いたね、うん、さあここにダクトを設けようとかっていう余白を残してるわけ。まだここから改良が加えられる可能性もあるってことですか。そう、オプションパーツでダクトをそこカットしてこうつけられるよね。なるほど。であとフロントフェンダーの流れで生かしてる、これやっぱりアンドリューね、アンドリュー、これはもう昔からのね、うんうん、もう長いねこのデザインは。これでも何インチになるんですか。これ20インチだね、うん、20インチでもそのままはまったんですか。もうね何の抵抗もなく綺麗に入っちゃう。これステアリング全開で切っても別にどこにも当たんない。どこにも当たんない。ブレーキはノーマルですよ、ね、ブレーキノーマルだね。結構キャリパー大きくて赤くてやっぱそれなりに見えますね、やっぱりね。そうだね、うん、サイドは純正の、この部分っていうのは純正のサイドスカートね。この黒い部分が製品として追加されてるの。これもだからもう本当にポン付けで、これはね、うん、3ピースだね。この前のガーニッシュと、うん、それからセンターの本体、はい、それからこのリアガーニッシュ、この3つの構成でデザインしてあるね。ガーニッシュがつくだけで気持ちがだいぶレーシーになりますね。そう、随分違うでしょ、うん、ね、でこのフロントのガーニッシュとサイドのねガーニッシュはちょっとデザイン形をね、うん、やっぱりこうデザイン上統一してね。気になったのがこのフロントウィンドウとルーフの間にあるこの日本刀チックな、ね、これはもともとこのモデルのテーマっていうのはこう鎧だから、うん、ね、鎧に刀でね、ちょっとリアルに一回研ぎ出してからメッキかけてね、うん、で刃文を書いて、うん、でとちょっとクリア塗装でね、メッキかけて、スプレーで拭いてるってことですか。それでそうエアブラシで、ね、刃文を書いてからクリア塗装した。この映画はもう日本車ね、うん、昔から使ってフォーチュンっていうのはやっぱりその鎧をまとって戦いに行くっていうのがテーマだったから、いわゆるこの映画 JDM の映画ですもんね。そうね、あ、なるほど。このリアフェンダー、これもう本当にわずか1センチね、
1センチには本当見えないですけど ね、1センチでこういう造形をすることでね、力強さや、ね、繊細さっていうのもね表現できるし、前回僕が伺った時に言ったこのプレスライン生かすためにこのリアフェンダーまでこのプレスラインを伸ばしたと。そう、ずっとね前からドア、リアフェンダーからリアスポイラーにプレスラインを全部ね新設して重さを感じない、まあこれもねデザインのね、まあ特徴だね。でやっぱこのビス止めにしてるのがやっぱ鎧とかそういう甲冑をイメージしてっていうこと、これはもうそもそもこの車の最初からのテーマだから、まあこれはね必要かなと。これリアのやっぱりリアバンパーだったりこのスポイラーだったり、あとはまあマフラーもこれ変わってると思うんですけど、これはね日本の日照機をイメージしてね、ちょっと削り出して、マフラーはやっぱこれ変わることでも音もやっぱ全然違うんですか、これ音そこそこいい音する。なるほど、でもねもともとほらターボチャージャーが小さいからね、もうある程度消音されちゃうから、もうこれでも全然乗れちゃうんだけどね。あ、なるほど。リアスポイラーは、いわゆるダックテールだよね、これはもうこのトリムからデザインしてる、このスポイラーだけでは成立しない、トリムからの流れでねデザインしてるから、やっぱりすごくこうワイド感大きく見せられるし、まあデザイン的にはちょっといいキャラクターラインがね出来上がったね。あとこれ見るとあの3人のドラッグガールをちょっと思い出すんですけど、そうこれね、やっぱりちょっと走りをイメージしてね。なるほど、ここもやっぱり走りイメージしてますね。ちょっとしたモチーフでね、やっぱりデザインというのはこうそのイメージ近づくよね。あとこのリアバンパーのこのアンダー部分というかその辺はどういう形で、これはね、ここにアンダーディフューザーと、まあ、ここねセンターのこれをちょっと追加することでね、これ自体は純正のバンパーなの。だからこういうセンサーがそっくり綺麗に生きてる。これもまんまフロントと同様、純正の、性能が生かされたままですけど、FRP のフルバンパーにしてしまうとそのセンサー一つつけるのも大変、まあ、これだけで随分イメージ変わる。確かに全然違いますね。あとはちょっと僕的に気になったのはこれハッチの中に、エアコンプレッサー入ってますけどこの車って。そう、これはねエアサスペンションね。なるほど。俺もさ、ずっと走ることばっかり考えてた人間だけどね、今のエアサスはすごくいいや。結構これも、転がしたっていう言い方したら、もうね減衰力の調整も効くし、ちょっと乗ってみてもね、段差乗り越えてもいい感じよ。昔ってやっぱエアサスって走れる、いや見た目はかっこよくなるけどっていうのじゃイメージないでしょ、でもすごくいい。この車専用でね、ちょっとこうツインコンプレッサーでね、ボードも専用で作ったの、ポン付けできるようにちょっとキット化してみた。そういう意味じゃこの車使う映画ってやっぱ走ってなんぼの映画みたいなところありますけど、 それでも全然問題なくこのエアサスペンションで走れるっていう。内装もやっぱりこれやってあるんですよね、この車。内装ねすごいよ。すごいんですか。すごいよ。これね意外とおしゃれだよ。全部ね、ダッシュボードからドア、コンソール、シート、全部作ったの。作ったっていうのはどういうことですか。張り替えた。生地をっていうかそのフェサーフェスを変えた。アルカンターラをベースにね、全部レーザーでよく見ると、ベルサイズって全部入ってるんだよ。フロントのボンネットみたいな形でホログラムが入ってるっていう。そう。それが今回のテーマでね。こういうコンソールのちょっとしたところも、ベルサイズベルサイズ全部入ってる。そういう意味じゃ、形的にはノーマル残しつつ、その。なんていうんですか、その張ってベールサイドラッシュを出したっていう感じ。そうこれね、もうこういうところ、ね、こういうところも全部ベールサイド、ベールサイド、ベールサイド、ね、ここも VS、ね、そういう意味じゃステアリングそれノーマルってことはそこも全部機能的には全部残したまま全部のもうコンプリートカーだよね。こういうコンソールのこう脇から、ね、目の届くところはベールサイドが何気に入ってるっていうのがね。でこれシートもやっぱりベールサイドがそのお尻の全部入ってる部分も、そう全部ベールサイド製のシートね。でもその見た感じやっぱホールド性結構高い、リクライニングはするけど全然このままサーキットでも走れそうなぐらいの。全然 OK。 エンジンいじってくれれば相当速い。そうしたらね本当に面白いよね。その予定は今あるんですか。いやだからさ、まあ映画の中ではさある程度そこそこちょっとねこうまあ、エンジンパワーも必要だろうし、ね、せっかく作ったんだからさ、あとはもうちょっと
いじってみたいよね。いやせっかくならこの車横松さん走ってるところも見たいんで、またぜひ、うんね、お願いします、ね、楽しみだよね、うんうん。